ヨアンナ・クーリクは、ポーランドの女優、歌手である。2018年に、映画、コールド・ウォー・アの歌、二つの心での演技が評価され、第31回ヨーロッパ映画賞女優賞を獲得した。2019年に、ポーランドの雑誌、ホプロストは彼女を、最も影響力のある50人のポーランド人女性で4位に上げた。ポーランドのマオポルスカ県、クリニツァで生まれる。 母は地元幼稚園の給仕、父親は民族詩人であった。彼女は無神家で4人の兄弟と共に育った。2000年にクーリクはクラクフはミエチスワフカルービチ修立音楽学校に通う。2007年にクリニツァズドルイのフレデリック・ショパン修立音楽学校とクラクフ AST 国立アカデミーオブシアターアーツを卒業した。彼女は一家で 初めての大卒者であった。彼女は、クラクフ・ヘレナ・モジェスカ国立スタリー劇場で出演した。1998年に彼女は、タレント番組、センサナスクシーズで、グルゼゴルツ・ターナウのミード G C 社・ジー・シーシャ・エー・シーシャを歌った。2007年に彼女は、グジェゴ・シュパセックのシュラダ・ズワルテック・ラノで、映画デビューした。2010年には、ヤヌス・コンドラティウクのミリオンド・ロールをで、 ヤコブ・ギエルシャウと共演した。2011年に彼女は、パベウ・パブリコフスキ監督のイリュージョンで、イーサン・ホークとクリスティン・スコット・トーマスと共演した。2013年に彼女は、マウゴシュカ・シュモフスカ監督映画、ジュリエット・ビノ・シュイン・ラバーズ・ダイアリーへの出演により、ポーランド映画賞助演女優賞を獲得した。2018年には、パベウ・パブリコフスキのドラマ映画、コールド・ウォー・アの歌。 二つの心での演技が認められ、ヨーロッパ映画賞女優賞と、ポーランド映画賞主演女優賞を獲得した。2019年には、デイミアン・チャゼル発案によるネットフリックスのミュージカルドラマシリーズ、ザ・エディの撮影に参加している。妹のユスティナ・シュナイダーも女優であり、ヨアンナとの混同を避けるために、祖母の性を使って活動している。2009年に映画監督で、 脚本家のマチイ・ボフニャックと結婚し、2019年2月に息子を出産した。ありがとうございます。